どうも、ハマリン交通局です。今回はですね、前回はですね、なんかカーブのみのレイアウトを、まあなんか3回ぐらい、なんか動画出したんですけど、今回からですね、まあここにもある通り、これ、地下レールで、レイアウトなんか作るっていうことについて、今回からね、まあなんか何回か動画を出していきたいと思います。まあ今回はですね、めちゃくちゃ簡単なレイアウトでございます。こちらに曲線レイアウト、こちらに地下トンネルと地下駅の2つしかありません。こんな感じですね。まあ、早速作っているんですけど、もう簡単です。ひたすらもう、これがね、できんやつはもうちょっと赤ちゃんしかいないなと思って。これね、できん人ってなかなか来ないよ。プラレールのレイアウトっていうのはね、俺結構5歳の時からね、自分で作っとるんよ。まあ、プラレールだけじゃなくって、なんか昔はさ、トミカとかさ、よく集めとって、ね、どっちかっていうと昔はね、小学校の中学年ぐらいまでは、電車っていうよりもね、なんか車の方がなんか好きだったり、車の方に俺は興味を持っとったわけ。なんだけど、小学校、5年生ぐらいの時からちょっと電車に興味を持ってから、今電車に興味を持ち始めてから多分今6、7年ぐらい経とうとしてますね。7、7、8、何年だろう、多分なんか7、8年ぐらい経とうとしてるのかな。15入ってるからね、そこまでの年を数えるのって僕はあんま得意じゃないんですよね。はい、もうこれで完成でございます。もう喋っているうちにできましたね。まあ大体もうなんか作る前から想像しとったと思うんですけど、まあこのような形のレイアウトになります。今回はここにですね、車両を置いてってからですね、今回走行動画をするっていうのがタイトルなんですけども、めちゃくちゃ逆につまらなすぎて、この動画が、ね、視聴回数があるかどうかよくわかりません。この動画つまらなすぎますね。まあ、次回からね、もっとなんか地下レールをちょっと、まんべんなくやってから、まあ、どんどん、なんか基本中の基本を今回からしていきたいと思って、はい。なんかつもりでおってください。今回はまあ、ちょっと時間の短縮もあって、この一番ね、もう前のなんか曲線レールよりもね、こっちを先にしとけばよかったみたいな感じになってるんですけど、まあそういう感じです。というわけでですね、ちょっとまあそのまま、走行動画に、まあ、今回ちょっと入っていきたいと思います。今回はですね、何も喋りません。これってさ、脱線しちゃったし。これで。というわけで走行動画に、ご覧ください。ですね、まあちょっとこんな感じで、まあなんか次回ね、まあなんかこの地下直線レールを使って、まあなんかレイアウトを、まあなんかレイアウトの動画をちょっと出していきたいと思います。もうね、メインチャンネルはですね、もう基本的にもう全部プラレールのレイアウトのことについての動画を、まあ、出すことは基本だと思います。でも、まあなんか今週じゃないけど、まあ一応なんか今週の月曜日からもうちょっとそうしてますね。まだ多分5本目なんですけど、プラレールの動画を、なんか連続してあげるのは、6本目か6本目ですね。なんかだから、まあなんか中古プラレールをね、大量に買ってきてから数えると、今回でなんか6回目になるんですけど、多分まだですね、なんかこういう動画はですね、まだ多分4回目だと思います。だって前回はですね、前回は車両の比較動画をしましたからね。はい、そんな感じでございます。まあこういう感じでしていきますんで、今後もどうぞよろしくお願いいたします。という感じです。というわけでですね、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。